どうも、ワニです、今回はですね、ケニー茨城さんの動画第2弾というわけでですね、この相当の青大将、頭が2つあるというね、非常に珍しい青大将が今ケニー茨城さんにいまして、こちらを見させていただいております。すごいっすね、これなんか動きも独特ですね、歩き方。こちらの相当の青大将、これってなんか野生個体だったんですかね。そうです、捕らえられた個体が野生じゃね、なかなかこうやって生きていけないですからね。こうやって捕まられて飼われた方がね、長生きできると思いますから、うん、すごいいいことだと思いますけど、この子って販売個体なんですか。はい、一応希望の方もいれば。まあでもなかなかね、内心2メーターになったら相当見たいんですけどね、はい、僕見たいですね、はい。餌は食べてるんですか。食べてます。へー、うん、うんちもちゃんとして。ちゃんとしてます。この子はこのお店に来てどれぐらいになるんですか。12月の初旬からなので、12、1、2、もう3ヶ月ちょっとぐらいの。はい、へー、3ヶ月この形で順々育ってやるんであれば全然いいですね。最初の頃の太さこのぐらいだったんです。あ、もうそんな尻尾の先っちょぐらいの。はい、もうボールペンのように細かった。立派に、じゃあ結構大きくなったんですね。餌はこれだけ食べました。あ、よく食べてるんですね。5日大きいぐらいにピンクマウス、はい、2とか3とか、あ、4とか食ってる時も、はい、めっちゃ食うんですね。食べます。どっちの頭の子も食べるのか。両方食べます。これ頭ごとになんか性格とかってあったりするんですかね。お話できないんで何とも。そうですよね、どっちが主導権握ってるとかってあるんですかね。右に従ったり左に従ったり、そこで、どっちに行こうか困ってる時ありますよね。じゃあ結構まあ拮抗してる感じなんですかね。そうですね、うん、力は、はい、すっごいな。うわ、すごい。この子も性別とかって分かってるんですか。いや、まだ、はい、これからです。この子が本当に2メートルクラスになったらめちゃめちゃかっこいいですよね。本当にそれ楽しみです、僕も。見事に2分割されて、なんでこんな子生まれるんですかね。不思議ですよね。双子的な感じで、なんか1個の卵に2匹いたのがくっついちゃったみたいな感じなんですかね。まあ多分その辺だと思いますけどね。性格は結構臆病な感じなんですかね。まだベビーなんで。うん、はい、かっこいい、神秘的な。一応この子販売個体ということなんでね、この動画を見て気になった億万長者の方々はぜひね、ケニー茨城さんの方に来て交渉してみたらいいかもしれないですね。これは多分ちょっと手が出せないですね。ありがとうございました。という感じで今回の動画はこれで終わりです。こちらの相当の青大将以外にもケニー茨城さんにはね、さまざまな特定動物だとかね、大きなオオトカゲとか面白い生き物がたくさんいますので、そういったね、生き物に興味がある方は一度来てみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画で。